はい、はい、私も説明をちょっと聞いておりましたけれども、やはり不適切な取引がいろいろあったということが説明の中でもありましたので、辞任するのはそれはもう当然だと思います。で、これまでですね、政治と金の問題で、辞任された閣僚がたくさんおられるんですけど、辞任された途端にもう説明責任を果たさず雲隠れしちゃうっていうことばっかりだったので、甘利大臣にはやっぱり最後まできちっと最後まで説明責任を果たしてもらいたいと思います。ここは逃げずにやってもらいたい。で、さらに本当に悪質なケースが出てきた場合には、それは場合によっては大臣を辞任するだけではなくて、議員の職も辞さなきゃいけない場面も出てくるかもしれませんので、しっかり最後まで、説明責任を果たしていただきたいと。それからやはり重量閣僚ですので、これは安倍総理の任命責任は大変重いと思いますので、これも当然問われてくると思います。それでは、ご質問ございました。今の甘利大臣 の、 説明で、当初の疑惑がありましたが、これ完全に説明責任を果たされたというふうにご認識でしょう、見られましたでしょうか。いやいや、まだ、ね、中間報告だというふうにご本人もおっしゃっておりましたし、聞いてても、その100万円がそのちゃんと記載されてたというところも、少しやはり他のものとごちゃごちゃになっている印象もあったので、聞いている限りではまだ説明不十分だなと思いました。加えて、はい、すみません、秘書がですね、その300円まで使ってしまったと、その秘書の方に不備があったというような説明ではあったんですが、この場合その秘書のことであれ、議員に対する責任というのはどのように取るべきか、どのように。やはり、要するにポケットに入れて使っちゃったわけでしょ。それは極めて悪質でありますから、それは管理者たる議員が責任を取るというのは当然じゃないでしょうかね。ことの性質によるんですけど、ちょっとこれはかなり悪質だと思います。本日ございますか。はい、日本経済新聞です。今後の国会について、今野党国会の方に話をされていますが、幹事長としては例えば経済財政演説のやり直しも踏みようかどうかとか、それに対する代表質問、あるいは今後その甘利大臣の秘書の国会 の、 その招致であるとかですね、そういったことはどう思いますか。これはこれから国対で国対間で協議をしてもらうと思いますけれども、私個人としてはやはり正しいスケジュールでやっていただきたいので、重要閣僚ですから新しい方がなられたら、それはまた所信表明とか演説をしていただいて、それに対して質疑をするというところから始めるというのが筋じゃないかなと思います。それから先ほど申し上げました通り、閣僚を辞めたからといって説明責任が免れるわけじゃありません。議員である限りは説明責任があるわけですから、そこはまず自らしっかりやっていただきたいし、それができないんであればやっぱり国会の場に来て説明してもらうということも必要になるかと思います。ここにございますか。大臣では政権発足後という意味では、小渕さん、松島さん、二職ではないけれど、あと西川さん、二職ではないけれども江藤さんが再任されなかった。で、その政治と金の問題で、辞任だったり、再任されないということが続いているんですけれども、この何とか安倍内閣のありようをどう受け止められてますか。これだけ出てくるというのはやはり、かなりお金にまみれた内閣というか、言わざるを得ないですよね。
ですからやっぱり総理の任命責任は大変重いと思いますし、それとやはり我々としてもやっぱこの政治と金の問題に決着をつけるためにやっぱり抜本的な対策を打っていかなきゃいけないというふうに思います。ですからやはり献金を受けて口を聞くっていうこの体制が悪いわけですから、企業献金をもらうことを禁止するとかそういう抜本的なことをやっぱりやらないとこの問題解決しないんじゃないでしょうかね。他にございますか。今日甘利さんの辞任ということなんですが、その2月4日に、TPP の総裁でもある署名式を前にこの担当大臣が辞任するということになりました。この点のこのタイミングの辞任ということについてはどうでしょうか。署名式というよりはこれから国会での TPP に関しての、質疑が始まるわけですね。でその我々がその承認する前にはこの中身をきちっとやらなきゃいけないんですけれども、私の承知している限り甘利大臣がほとんどのところを担当してやっておられましたので、次になられる方がこのことをしっかり説明できるのか大変不安です。しかし重要な話ですのでやっぱりそこの部分は政府はしっかり説明できるように、体制を作っていただきたいと思います。他にございますか。よろしいでしょうか。さっきその過去の例で言うとですね、こうして辞めた後雲隠れする閣僚というか元閣僚の方がいらっしゃったという話だったんですけどやっぱり予算委員会なり、国会の場にですねちゃんと出てきて説明をするべきだという考えでしょうか。自ら何かの場でしっかり説明すればいいんですけども、自分で説明もする場すら作らないわけですよ。であればやはり国会に来て説明してもらわないと、自分からそういう気がないんであれば国会で説明するのは当然だと思います。はい、読売の上村ですけど、今民主党と維新の方で合同で追及チームを作って活動していますので、はい、今後は党独自を追求というのは含めています。今調査中ですのでやはりその、真相をきちっと解明することも大事ですから、当然それは続けていくんじゃないかなとは思います。やっぱり中途半端じゃなくてね、本当に真実は何だったのかということをしっかり明らかにするということはやっぱりその大臣が辞めた辞めないに関わらず必要だと思います。他にございますか。はい、どうもありがとうございました。